どうも、奥田修です。今日はですね、ドライブラジオをやっていきたいと思っております。今からちょっと下関駅方面に向かおうということでですね、車を走らせている最中でございます。iPhone 12ですね、に変えました。以前までね、こう動画を撮ったりとか編集とかすべて、iPhone XS でやっていたんですけれども、その時ついていなかったこの超広角レンズ、素晴らしいですね。いや、これはね、かなり広くね、以前に比べたら撮れているんじゃないかなと思っておりますが、いかがでございますでしょうか。で、iPhone 12にしたんですけれども、これ、12のミニでも良かったかなっていうふうには思ってるんですが、まあ、バッテリーとかどうなんですかね。まあでもこれが一番妥当なのかな、12が。まあ、プロまではそんなにいらないかなっていうふうに思ってたんですけれども、まあ、非常にね、気に入っております。11月に買ったアイテムの一つでございましたね。まあ、11月の洋服の買い物といえば、基本的にユニクロしか買ってなくて、まあ、ユニクロ U のセットアップだったりとか、プラス J コラボ、ね、だったりだとかっていう感じもあったんですけれども、非常にね、11月に買ってよかった動画もですね、いやーねー、ほんとね、かなりほんと厳選して買えたんで、すごい満足度高いんですよね。このプラス J コラボのこの肥沃でストライプでこのね、雲の刺繍が入ってオーバーね、気味のね、こうシルエットでですね、最高ですね。これほんと気に入ってます。で、またこの、ここに来てまた、ニコ&ヌメラルズのこのロングコートが大活躍ですよ。まあ、下関もね、今日が気温が今外気温 15.5 度になってて、車の中でいるとやっぱポカポカするぐらいなんですけれども、このねナイロンのこのねロングコートちょうどいいです。ナイロンっても薄いわけじゃないですよね。ちゃんと裏地とかもついてるからすごく着やすくてですね、これは手放せないですね。このコートは本当手放せない。今だったらね、今日だったらシャツの上に着たりとか、まあ、春先とかでも T シャツの上とかでもね、さらりとね着られるところが非常に気に入っております。ブラックを選んで、おいてよかったなって思ってますね。ほんと今年ブラックコーデばっかりですからね。いや、これはほんと今年のお買い物、非常に順調でございます。12月はね、何買おうかなっていうふうに思ってて、まあ無理して別にね変わりもないんで、いい出会いがあったらですね、購入していこうかなと思ってます。まあセールが始まったりとかいうような感じもあるので、まあ皆さんどういったお買い物されますか。お気に入りのブランドがね、こうセール価格にちょっとこう安くなったりなどもすると思いますし、まあ ZOZO タウンとかだったりとかしたら、もう年がら年中結構セール価格とかクーポンとかで比較的こうね手頃、まあ、安く買えたりするっていうのもあるんで、冬物のセールスタートした、じゃあ一斉に何か買うかっていうね、一昔前みたいなね感じもないと思うんですけれども、ね、自分の中でいいものを買えたら、洋服に関してはですね、いいものを買えたらもそれが一番もう本当満足度高いんじゃないかなと思いますね。いやー、洋服は本当に楽しい。絶対着るものじゃないですか。で、好き嫌い皆さんね、それぞれあると思うんですけれども、まあ自分がね、気に入ってきればそれがファッションかなというふうに思っております。やっぱ自由ですね、最大の自由ですね。ファッションっていうのは、ファッションは自由だみたいな感じですね。いや、それにしてもね、技術というかですね、僕 iPhone 使い始めたのが iPhone3G、3GS とかなんかあったと思うんですけれども、それからってまだソフトバンクしか扱ってなかった時代ですよね。一番最初にだからこうちょっとこう丸みの帯びた機種でプラスチックのねケースでみたいな感じだったじゃないですか。 iPhone 確か僕白を選んだと思うんですよ。それからですよ、あの時だって写真しか撮れなかったですよね。ビデオとか確か撮れなかったと思いますので、で、この iPhone12 が iPhone5 になった時となんか形似てませんね、角張った感じが。やっぱこうね、フィット感いいですよね。あの5に出た時のあれを選ぶんだったら、ほんと12ミニでも良かったかなっていうふうに思ってはいるんですけれども、あ、まあもう買ってしまったんで仕方ないんでね。でもあの iPhone5 は良かったな。あの iPhone5 もね、黒を選んだんですよ。だから今回も黒っていう感じ、まあ
黒一択ですね。でも本当に黒一択、私黒一択でございます。はい、いやー本当黒ドハマりでございます。まあ飽きないしですね、黒は本当飽きないなっていうふうに思ってますね。いろいろね、こういろんなカラーね着たいなと思ってるんですけれども、結構ねやっぱ飽き性なんでね、飽きが来ない黒モノトーン最高ですね。まあまあそんな感じで今日はですね、あの初 iPhone12 でドライブラジオを撮ってみるみたいな感じで、いやライブだいぶ本当変わったと思いますよ。前ドライブラジオ撮ったのがいつか忘れたんですけれども、やっぱ比較したら多分圧倒的なこの画角の違いがあるのではないかなと思いますし、私が今まで iPhone XS を使っていたので、まあ、画像的な問題、カメラの性能的にも多分変わってるはずなので、僕全然内容とか詳しくはないんですけれども、格段と変わってきてるような気もしますが、いかがでございますでしょうか。僕動画を撮り始めたのが iPhone7 からなので、7でしょ、7 Plus でしょ、 iPhone XS でしょ、で12でしょ、もう4台も変えましたよ動画を撮るようになってから。まあそんな、だってもうそろそろだって4年経ちますからね、動画を撮り始めて4年ですよ。本当初期からね、遊びに来ていただいている方には本当感謝ですね。本当ありがたいですよね。全然今でもつながっている方全然いますからね。いや本当嬉しい限りでございますよ。まあ振り返ってみたら結構短かったかなっていうふうに思いますね。最近動画の頻度はあまりこう、まあ本当前とか月に何十本と上げてましたからね。まあ大体3日4日に1本ぐらいのペースだったりするんですけれども。いやね、続けることでいろんな輪が広がって、いろんな出会いが、新しい出会い、ここね数ヶ月でも新しい出会いがねありますし、本当いい出会いがで、いい出会いばかりというかですね、いやーやっぱね何でもね続けること、プラスのこと、いいことを続けることはね、いいことでしかないと思っております。いや本当ね、やっぱ何でも続けることですね、続けることの大切さですね。何でも最初ねこう、何でもこううまくいかなかったりとかできなかったことってあるじゃないですか。でもそれで諦めるのは簡単じゃないですか、パッと諦めてやめるのは簡単なんですけれども、続けることによってできなかったことができるようになったりするわけじゃないですか。そこですよね、うん、挑戦って何でも、そこって本当大切だなと思いますね。改めてつくづく思う今日この頃でございますね。ちょっとシーモールのねちょっと駐車場に止めようと思っているんで、本当このドライブ雑談は全く内容がなくて、まあちょっとこう広角になった分外の景色が見やすいかなと思うので、その景色でも見ていただければいいかなというふうには思っているんですけれども、ここから小郡と、まあ、ここから9号線に入ってて、小郡とか周南方面っていうふうになるんですね、掲示板というか表示がですね。なるほどね、本当このドライブ雑談は全く内容がなくて、まあちょっとこう広角になった分外の景色が見やすいかなと思うので、その景色でも見ていただければいいかなというふうには思っているんですけれども、ここから小郡と、まあここから9号線に入ってて、小郡とか周南方面っていうふうになるんですね、掲示板というか表示がですね。なるほどね、こう改めて運転しながらこう看板っていうかね見ると、あでも次の、あでもそっか、改めて新しい発見ですね。やっぱ動くことで新しい発見っていうのはどん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 出てくるもんですね、うん、いいことだ、新しい発見はいいことですね。
ということはやっぱ常に動き続けなきゃいけないわけですよ。いや運転してたらね、ほんと暑い、なんかポカポカしてきますね。またこうナイロンだからこう熱、しかも黒だから熱を吸収するわけですよ。なんかねポカポカしてきましたね。まあそんな感じでですね、そろそろ今日のドライブラジオ終わりにしたいと思います。この超広角なところ良いのではないでしょうか。いかがでございましたでしょうか。いかがでございましたでしょうか。これね、左折したらシーモンの駐車場でございますね。まあそんな感じで、本日はですね、ほんとダラ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 喋ってるだけなんですけれども、なんか iPhone12 で初のドライブラジオを撮れてちょっと嬉しいというような、動画でございました。ではご視聴ありがとうございました。Cモールの駐車場、もう Cモールもう40何周年だから、昔の駐車場なんでめちゃくちゃ狭くないですか。もう最近の車、このビートルですら大きいのに、最近の車のねサイズではない、この駐車場は。僕はそう思いますが、市内の方どう思いますか。そんな気がしません。僕はねもうそんな気がもうガンガンしております。ということで終わりにしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 I don't care anymore about things I used to know。 しかもこのビートルがさ、すごいピピピピ言うから、これ厳しいかな。ここ厳しいか、いけるか。むちゃくちゃ狭いんすよね。一回切り返してこっちのね、大きい柱が結構ギリだよね。右にも車があるから、これで一応抜けたかな。これがいや相変わらずほんと狭いな。なるべくこっち側に寄せたいけど、気をつけなきゃ。ミラーをガリっていく。もう大丈夫か。でもこれでまたビートルね、この膨らみが大きいんで最後まで油断はできませんよ。油断してたら多分前の膨らみをでかい柱にガリッといく。すごいピッピー言うでしょ。 OK、 まっすぐこれ止められた。はい、終わりです。